ではいただいていきたいと思います。こんにちは皆さん、今日は台湾のコンビニとかスーパーで売ってるカップラーメンで一つ気になっていたものがあったので食べてみたいと思います。こちらです。あ、もう今開けて食べてるんですけど、これから調理動画の方を見てください。こんな感じで作ってます。どうぞ。では実際にこの麻油鶏麺というものを開けていきたいと思います。すごいパッケージが印象的ですよね。ここに本物の鶏肉の絵が使いちゃって、辛いのと麺、ね、スープという感じですね。でこれお酒が入ってるみたいですね。ここです、米のお酒が入ってます。では開けていきます。こういう感じの袋に入ってます。袋がいっぱい入ってます、まずはソース、ソースがあります。この中にゴツゴツしているので、ここに鶏肉が入ってます。では次、これは調味料があります。でこちらこれが料理酒です。料理酒の米の、米の酒が入ってます。で、あとは、こちらですね。こちらなんだ。サラダ袋、なんだろうこれ。ごま油ですね。ごま油が入ってます。一応こういう感じの中身で、中には麺が入ってますね。麺の方はこういう感じの普通の麺ですね。では実際にお湯を入れていきたいと思います。ではここにまずはこのソース、巻いた感じでいきます。よし、これ。おー、なるほどね。あ、食べた。なるほど。おー、結構いっぱい入ってますね。結構いっぱい鶏肉が入ってます。すごいな。本物の茹でた鶏肉が入ってます。それと、多分これは生姜かな。ジンジャー入ってますね。うわ、すごいな。がっつりしてるな。そして次に火薬ですかね。調味料を入れていきます。ちょっとスパイスね、スパイスだいぶ効いてますね。いい感じのスパイスが効いてます。そして今からこの油を入れていきます。よいしょ。うわ、これいつも怖いんですよね、こういう油で。台湾に1年半ぐらい住んでるんですけど、まだ一回もこれを食べたことがなかったので、今日もまずファミリーマート、台湾にファミリーマートとセブンイレブンがあります。買ってきました。確か、53元ぐらいでしたね。200円いかないぐらいです。行きました。ではお湯入れていきます。これは最後に入れるみたいですかね。これは最後に入れます。よし、やっとしたお湯入れて3分待ちたいと思います。おー、すごいな。あれ、線どこ、これってこんな入れる線がよくわかんないけど、線っぽいのここです。まあいいや、問題入れます。ちょっと線引いて、では閉じて3分間待ちたいと思います。3分経ちました。では開けていきたいと思います。じゃじゃーん。うおー、美味しそうですね。こういう感じの、うわ、麺もちょうどいい感じの麺で、生姜の匂いがすごい効いてますね。本物の生姜が入ってますから、ね、でここの鶏肉の大きさ見てください。こっち見てすごいですね。カップラーメン、インスタントヌードルには見えないですね。では実際いただきたいと思います。では食べる前にこちらの米のお酒入れていきたいと思います。これ子供は飲んじゃいけないってことですよね。これは入れちゃいけないってことですよね。アルコールなので。でも年齢制限とかは多分ないと思います。まあ料理師なら大丈夫なのかな。よし、おお、普通にお酒ですね。普通に飲んだら酔っ払いそうなお酒の匂いがします。うん、でもこれ自体も美味しそうだな。できました。あ、これ取らない方がいいか。このインパクトがこの感じですね。じゃあいただいていきたいと思います。初めてだ。まずはじゃあ鶏肉からいこう。鶏肉いただきます。うわ、すごいんですよね。うわ、もう今、あ、すごい。これ持っただけで今ここちぎれました。鶏肉がホロホロです。では鶏からいただきます。うん、おお、なるほど。あ、あれだ。鴨鍋の動画を前出したと思うんですけど、鴨鍋の動画もここら辺に出しておきます。ぜひよかったら見てください。冬に食べるジャムヤという、生姜鍋の、時の味がそっくりですね。そのに似てます。あ、鶏肉もしっかり弾力があって美味しいです。では、まあ、麺の方ですよね、もちろん。すごい美味しそう。いただきます。お、ちょっとグループラインでした。では、いただきます。うん、ああ美味しい。うお、何これ、なんて言うんだろう、日本で言うとこういうの、ごま油のスープがすごい効いてて、ごま油のスープの中にちょっとラーメンを細くしたぐらいの、でも僕細麺がすごい好きなので、細麺のラーメンのごま油系のスープっていう感じですかね。なんて言うんだろう、これ日本にはない感じです。この味はなんかごま油のラーメンみたいな感じで、めちゃくちゃ美味しいです。じゃあスープちょっといただきたいと思います。
あったまる。生姜が効いてポカポカしまず来るし、あの米のお酒も入っているので体が温まります、芯から。皆さんもしよかったらこの麻葉ジーメン食べてみてください。めちゃくちゃ美味しいです。やば、なんで今まで食べたことなかったんだろう。まあそうめんまではいかないんですけど、ラーメンとそうめんの間ぐらいの麺が入ってて、噛み応えもあってすごい美味しいです。もしよかったらあのグッドボタンを押してください。あとはあのチャンネル登録の方も下の方でできるようになってるので、まあ、こちらの方をクリックしてみてください。それではありがとうございます。